どうも、皆さん、こんにちは、ミネットです。すごいな。視聴者さんの島訪問シリーズ、続きやっていきたいなと思います。ちょっとね、蜂に刺されてしまったんですけれども、やっていきます。とりあえず、まずはですね、挨拶からして、やっていきたいなと思うんですが、高低差を生かした島になっているので、ぜひ来てほしいですとのことで、かなりね、参考にさせてもらおうかなと思いまして、訪問しました。まあ、早速ですね、ちょっとやっていきたいなと思うんだけど、でね、サムの家が、まだ何にもできてない状態で、メインの部屋も3部屋ほど作ってないんですけれども、それでもよかったら、来てくださいとのことでした。というわけでですね、ちょっと訪問させてもらいます。あ、早速もう低木使われてるんですね。俺もね、まだ低木1回レイジから購入したんだけど、まだできてなくって。いや、ワンチャン今作、浜辺に作ってできんじゃないかなとか思って実験でちょっと植えたんですけど、なんか視聴者さんのコメントでできないですよっていうのを言われて、ちょっと低木、しばらくは放置状態っていう感じです。この低木、あ、ヒイラギなんだ。ヒイラギはね、冬にできるやつだから、そういうことか。冬にしか咲かないそうです。そうですよね。ヒイラギはちょっと冬にしかできないから、椿とかも出てきたらしいですけどね。これが、パンジー系になって、ちょっとこっち側に行きましょうか。多分これ一方通行で、うわ、すごいおしゃれ。一方通行で多分、島自体はいけるんじゃないかなって思うんだけど、ここは全体的にレストランになってるんですね。あ、こっちから通ってよかったんだ。なんかパンジー系、踏んじゃうのあれかなって思ったんだけど。あ、ここがゴミ捨て場か。右側からどっちかっていうと、訪問するには、うってつけなのかもしれない。ここがあれなんですね。キャンプ場になってるんですね。キャンプサイトとちょっと家具類があるんだけれども、こっちもあれか。キャンプ場になってるんだ。ハンモックとバーベキュー。でですね、キャンプ場を抜けると、あ、和風系のエリアに来ましたね。ここが？ここ誰のお家なんだろう。よいしょ。ストローのお家か。これあれなのかな、家の雰囲気をちょっと周りと合わせてるのかもしれないですね。ストローで、ここの橋を抜けると菊の花と、あとヒアシンスで、アーシンドの家がね、ちょっと和風系というか茶色い感じなので、周りも茶色い家具を置いてるんですね。さて、菊の花とか竹の道を突き進むと、一方通行なんだね、この島自体は。あー、石庭ですね。木を使わないで、石と岩と砂だけで作られた庭ですね。ここいいスポットですね。よし、ではですね、ちょっと一旦戻るそうなので、向こう側に行きたいなと思います。なんか一方通行なのかなって思ってたんですけど、そうではなさそうですね。右側があそこの和風エリアがゴールになっていて、で、左側が、なんか住民の家一つ一つにテーマがあるのいいですよね。さっきちょっとアーシンドの家とか和風チックというか、なんか古き日本って感じだったんだけど、こっちはちょっと洋風な感じになってますね。で、ここが、リリーの家。色で分けてるのかな？なんか家のカラーと合わせて、あ、ツツジが咲いている。で、ちょっと、あれなんですね。水遊びするスペースもあって、で、自動販売機も用意されていると。高低差をね、なんかうまく利用されているなっていうのが本当に感じますよね。上の部分とか。家の色と屋根の色で分けてるんだ。自転車の色を。うわ、こだわりポイントすごいな。
これはちなみにミランダの家なんだ。2段目に来て噴水とちょっとグランドライトとあと座るスペース、よいしょ。あれですね、お互い目元が、俺は蜂にやられてるし。あ、エイブルシスターズに来ました。シルビアの家、あ、シルビアの家ってこういう感じなんだ。ダークな感じだね。この発想いいな。家の色と屋根の色でちょっと周りの色を合わせるっていう。俺全然まだ低木集めきれてないから羨ましいな。あ、公園に来ましたね。1段目に戻ってきました。これ座れるんだね。なんかたまに住民とかがここに座ってる時があってめちゃくちゃ可愛い。さてではですね、左側のスポットにたどり着きましたが、住民の色と周りを合わせてる感じですか。カンガルーの家は三輪車とか置いたりキャラに合わせてます。あー、こだわりポイントですよね。お、こっちの方に連れてってもらいます。あー、チューリップが出てきました。こっからチューリップを眺めることができるんだね。うわー、すげー。本当だね、これは確かに高低差をうまく利用されてますね。でもあそこたどり着くの常吉なんですよね。俺らがずっとプライベートビーチだと思っていたあの場所、こっから眺めて見つかるのがまさかの常吉っていう。 OK、 じゃあですね、ほとんどこれで島くるっと一周したかなっていう感じなんですけど、ここが最後のスポットですかね。ピクニックする公園のようなスペースになってますね。ちょっとですね、家の中入っても大丈夫か聞いてみたいなと思います。3部屋ほどしか出来上がってないです。それでよければぜひ。あ、ありがとうございます。ではじゃあちょっとですね、3部屋だけ紹介したいなと思います。ここが一番おしゃれですよね。もうあえて白色のチューリップだけで統一している。あ、でもちょっと待って、向こう側もヒアシンス全部白色なんですね。向こう側はまだちょっと行けてないので、家の中に入ってからをちょっと紹介したいなとは思うんですけど、3部屋ほどしかできてないですということで、こっちかな。あ、ここの部屋ですね。完成された部屋になってるんじゃないでしょうか。ちょっとできた部分だけ紹介しようかなと思います。ここは寝室ですね。完全に黒色で統一されてるんだな。下だけちょっと黒じゃないけど、逆に部屋全体を黒で統一してしまったらちょっと暗く感じるかもしれないので、なんかこれぐらいがちょうどいいですよね。 OK、 上の部屋にやってまいりましたが、ここはバスルームですね。バスタオルのカゴとちょっとお風呂に入るスペースと、あ、これね、俺も前ちょっと見たことあるわ。なんかね、結構珍しくない？俺もね、まだこれ持ってないんですよ。これ自体持ってなくって、ちょっとなんか珍しいなっていう印象はあるんですけど。で、ちょっと洗濯機と、あと、夏場だったらね、かなり暑くなっちゃうから、扇風機も用意されていて、で、一人でちょっとお風呂上がりにくつろげるスペースがあるっていう感じですね。体重計、もう最近乗ってないからな。あ、乗れないよ、これ。よかった。よし。あ、すまねえ。すまねえ。ちょっと長引かせてしまった。仮眠を取られていましたね。あー、こっちの方、まだ行ってなかったからな。最後、ここすごいよね。全部白色のヒアシンスなんだ。あ、いいんですか、お願いします。ここにお人形さんを置くことによってちょっと可愛さ増しますよね。はしごで行くんだね。 OK、 あ、一応ここ入っていいんだね。 OK、さすがに俺から降りるのはちょっとあれなんで。灯台があるんですね。あ、でもスズラン咲いてる。一つだけスズラン、ここだけ咲いてるんですね。これで一周か。
なんかすごく広く感じましたね。上から写真撮りしてもいいですか？ぜひやりましょう。OK です。あ、ここから写真を撮ったってことか。というわけで今回はですね、マリモさんの集まれみんなの島にちょっと訪問させてもらったんですけど、最後にですね、ちょっと島くるっと一周回ろうかなと思います。ちょっと急ぎ足になってしまったので、ここはリリーの家か。リリーの家になっていて、犬を飼ってるんだね、ここ。あ、富森時代さ、これ、あ、一緒だ。犬が出てくるんですよ。なんか睨んでくるんですよね。ちょっとこれが怖かった記憶があります。三輪車とか置いてありますね。ちょっと住民のお家をそんなに紹介できてなかったから、そちらを紹介していきたいなっていうのがあるんですけど、上の方多分まだ行けてなかったよね。ちょっと博物館の前は化石が寄贈されていて、ここが一番上3段目で、下が2段目で、最後こっちに行くと一番下の段に行くんだけど、何時間ぐらいかかったんだろう。ちょっと聞いてみますか。これ何時間ぐらいかかったんだろう。300ちょいです。センスがあるんだろうね、この島のマリナさんに。あ、上あれなんだ、ここ全部低木を利用されてるんですね。まだできてないけど、多分ヒイラギなんじゃないですかね。でもここが一番すごくない？下の道を通ってきて、で2段目にちょっと休憩するスポットがあって、あの滝を見ながら休憩するスポットがあって、で一番上に上がっていくと、もう石庭のスポットですよ、ここ。いいですね。ちょっと石を眺めながらここで一休みできるっていう空間になってます。へえ、スザラも咲いていて、かなりのクオリティだな。多分ここの椅子に座ってたら、もう石全体を眺めることができるという感じの場所になっております。はい、というわけで今回はですね、ちょっと高低差を利用して作ってみたので、ぜひぜひ島訪問してくださいということで、マリナさんの集まれ動物の島に訪問しました。でもね、なんか高低差だけではなくて、島全体に住民の家とかカラーに合わせていたり、いや、こういうね、石庭があったりして、かなり楽しませていただきました。ちょっと参考にしようかなと思っております。というわけで今回はこの辺でおっときましょう。じゃあな。